鏡開き。おー、今回よく炊けてますね、メスにご飯が。さすがですね。さすがですね。まあね、アウトドアでこうメスティにご飯炊いて、うん、なんかちょっとその後ね、美味しくいただくためのレシピを今回ね、ちょっと皆さんに紹介したいと思ってます。はいはい、どうも、ジャパルのノブでーす。はい、どうもでーす。いや、自己紹介ちょっと遅れましたがそうですね、うん、タイミング見計っちゃいました、今ちょっと。そうそうそう。で、今回は、サバの味噌煮で作るピリ辛ご飯っていうので、うん、ちょっとね、うん、楽しんでみようと思ってます。はいはい。で、一応使う材料は、まあ、いつも通りメスティンで炊いたご飯と、うん、先ほど言ったサバの味噌煮缶詰、うん、あと、豆板醤、うん、これ豆板醤ですね、うん、あと、卵1個、うん、で、青ネギを1個用意してます。で、あと水はね、コップ1杯分のお水を用意してます。アウトドアっぽい入れ物にね、そう入ってますね。これで、じゃあ早速調理に入っていきましょう。はい。で、ちょっとセッティングしますね。いつものようにこちら耐火用のシートを一応敷いておき、うんうん、まあね、本当は外でやりたいんだけど、今回も室内でアウトドアのご飯を作るっていうね、会、うん、を、はいはい。で、まあ、そういう回なんでね、全然ね、うん、こう、よしよし。で、シングルガスバーナーで調理します。うん、OK。 いや、これちょっといい色ついてきましたね、なんか。そうだね、だいぶ使い込んできてるから、こう色が変わってきてますね。あ、いいですね。だいぶね、こう使い込んでる感が出てきてるよね、これ。そう、これがまたね、嬉しいんですよね。そうそうそう。ね、で、まあ、バーナーパッドを引いて、うん、では、こっからで調理します。はい、じゃあまず早速、お水をこの中にコップ1杯分入れちゃいます。イエーイ。で、サバの味噌煮ですね、これをちょっと半分ぐらいだね、入れちゃいます。いやー、うまそう、うまそう。あ、完璧でしょこれ。美味しそうだね、これ。うまそうっすね。で、こちらの半分ぐらいスプーンで取り出しちゃいます。はいはい、イエイ。でね、こう味噌も一緒に入れながら。そういうなんか缶詰の汁がね、意外に出し出してね。そう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 、 うまく仕上がるんですよ、うん、これが。やっぱ缶詰ってすげえよね人類の英知ですからね、うん。で、あとですね、豆板醤をこちら、うん、小さじ1ぐらい入れちゃいます、うん、はい。で、あとは火にかけていきます。はい、あとはちょっと沸騰するまでね、一旦待ちます、うん、サバはね、もうちょっと潰しておいた方がいいかな。あー、確かに確かに。で、ちょっと沸騰させたいので、ちょっと強火にして出して待ちまーす、うん、その間にね、一応卵1個割って溶いておきましょう。イエイイエイ。卵使うの久しぶりっすね。あー、なるほどねお、そろそろ開いたかな。お、来てる、うん、来てる。いいね、いいよ。今こんな感じですね、うん、ぐずぐず。で、ここに卵を先に入れちゃいます。さーっとさーっと。あー、いい感じで、入れちゃったらすぐにメスティンのご飯を。あ、まだ入れてるねいいね、湯気&湯気。いいいい。いや、湯気がもう美味しそうですもん。あ、いいですね。まあ、お好みの量で、うんうんうん、入れていただいて、こう混ぜますと。 OK かな。もうちょっとご飯入れとくか。うん、白米大好き、ノブです。クオも大好きです
本当？めっちゃ白米好きです。よっしゃ、よし、これで一旦火を止めます。はい。で、青ネギをね、ちょこっと上から振りかけてあげます。はい、これでサバの味噌煮のピリ辛ご飯完成です。はい、じゃあもう食べちゃいますね。うん、いや、いいでしょう。あ、いいね。いいでしょう、これ。よいしょと、いい感じですよ。はい。うわ、普通にうまそう。普通にうまそうよね。当たり前じゃない。もう名前が美味しいですもんね。サバの味噌煮缶詰のピリ辛ご飯。うん、じゃあ、いただきまーす。あー、いい。いいですか。味噌が効いてる。おーおーおー、いい。いいですね、缶詰から取った汁みたいなのが、うん、いいですね。あったまるしね、これ、うん、豆板醤効いててあったまるし、ちょっと寒い時期とかめっちゃいいかも、これ。あ、確かにね。これ外で食えたらめっちゃ良くないですか。うん、いや、いいいいいい。しかもこれめっちゃすぐできるしね。これ歴代1位ぐらい早くなかったですか。うん、賞味5分ぐらいで作れちゃうからね。確かに。うん、やっぱメスティンでご飯炊けんのもいい。いいね、メスティン炊いた後どうするかっていうね。確かに、いろいろできますもんね。うん、まあ、こうやって炊けて缶詰があったら、うん、その分種類にこの料理できるんで。うん、いいよね。うん、ごちそうさまでした。いいです、もう食べた、もうノブさんからの口からめっちゃ湯気出てるんですよ。あー、うまい。もうあったまってます。あったまってる、これ。ピリ辛ご飯ならぬ、あったまりご飯なの、これは。あー、確かにこれ冬にじゃめっちゃいいっすね、これ。いい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 。まあね、こうメスティン使ってご飯炊いた後にこういうね、ピリ辛ご飯にして、確かにこのね、サバの味噌煮で簡単に作れるんで。そうっすね。うん、なんで、皆さんもね、こうアウトドア行って缶詰料理、楽しみではいかがでしょうか。うん、いいですよね。うん、でもやっぱアウトドア行きてぇなー。確かに、アウトドア行って食べたら多分美味しさに3倍ぐらいですね。変わると思うよ。そうですよね。うん、いや、今度本当行きましょう。まあ、今度こそね、外で撮影しに行きましょう。そうですね。はい、それではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。